日本埼玉県白岡市、西西は埼玉県白岡市の町名である。町名地盤整理実施区域であり、西1町目から西10町目までがある。郵便番号は349-0205。埼玉県の都根地域で白岡市西部の定地に位置する。西辺には中川支流の元荒川が流れている。市内は JR 白岡駅西方。 埼玉県道3号埼玉栗橋線沿いの住宅街である。住宅地の地価は2021年1月1日の工事地価によれば、西1丁目10番地1の地点で7万1600円平方メートルとなっている。1969年から1977年にかけて、白岡、下津と地区画整理事業が実施され、 約96ヘクタールの土地が整備された。区画整理によって、埼玉県道3号埼玉栗橋線を中心に、東西に形成された外区が形成された。白岡町の西方に位置することから、西と命名された。2017年10月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。 市内に鉄道は付設されていない。大半の地域では、JR 宇都宮線白岡駅が利用されるが、公術のバス路線もなく、駅から徒歩で15分以上かかることから、自家用車で家人に駅まで送り迎えさせる、キスアンドライドが多く行われている。そのため、通勤時間帯は、白岡駅、西口付近が渋滞する。なお、西一丁目十番地一の地点から、 白岡駅まではおよそ 1.6km の距離がある。2021年7月現在、当地区を走行する路線バスは運行されていない。白岡町内循環バスと称されるコミュニティバスを運行していた時期があったが、2007年3月31日をもって廃止されている。なお、市は、 白岡市乗り合い交通と称される利用者登録制のデマンド型交通を運行している。市内で埼玉県道3号埼玉栗橋線が南北に通じていることから、その沿道を中心にロードサイド店舗が多く出店している。ありがとうございます。